記録を読み返すと、あれは19世紀の終わり、厳しい冬のことだった。事件は霧深い深夜のロンドンの街路をひた走る乗り合い馬車の中で起こった。我が友シャーロック・ホームズはあの事件を振り返ってこう言った。思えばあの事件こそは序曲だったのかもしれないね。忘れがたきあの日本人留学生と演じた長い競争曲の始まりだ。はい！僕は、弁護側は尋問の権利を主張します。どうやら真実はもうすぐそこまで来ているようだ。お手伝いします。なるほど様、私は法務助手なのですから。ほらこれ見て、私の発明品なんだよ。俺はこの国の司法を変える。そうでなければならない。我が生贄には。な、紹介しよう。彼らこそ裁判の行く末を決める選ばれし6人の陪審員だ。おうよ、極悪人に極刑を言い渡す覚悟ならとっくに決めてるぜ。クズは処理させていただきます。ご主人様の言いつけですので。あ、このオイラに出会っちまったのが運のつきだな。消える。孫に手袋を編んでおりますのよ。大英帝国の法廷では裁判官と6人の陪審員によって評決が決まります。無罪は白、有罪は黒。陪審員の評決が全て有罪となった時、審理はその時点で中断。裁判官による判決が下されるのです。待った、俺たちの腹は今はっきりと決まったんだぜ。有罪。極東の弁護士よ、これが近代裁判だ。陪審書士の迅速かつ正しい決断に敬意を表する。クソ、もう勝ち目はないのか。待った。弁護側には6人の陪審員に対して最終弁論を行う権利がある。その結果、もしその評決を覆すことができれば審理は続行されなければならない。なるほど様、陪審員を説得です。弁護側は最終弁論の権利を主張します。待った、無意味だ。一度下された評決が覆ることなどありえない。待った、僕は必ず陪審員を説得してみせる。大日本帝国から大英帝国へ、圧倒的な物語が始まる。弁護士と名探偵、今奇跡の開口を果たす。大逆転裁判、なるほど龍之介の冒険。初めて感じた。自分の中からほとばしる矛盾に対する確信と怒りにも似たこの感情、すべてぶつけてやるんだ。この指の先にいる獲物に意義あり。なんと良い時代なのでしょう。ロンドンに旅立つ前にまず予約だな。なるほど、夢忘れるな。ホームズ君、これ予約して船便でお取り寄せするんだからね。そもそもこの僕自身の存在自体がすでに特典と言えるわけだけどね。